はい、続いてですね、レンズフィルターいきたいと思います。このレンズフィルターってですね、ちょうど上からですね、まあ色を重ねていくような、そんなようなエフェクトになります。通常ですね、フィルムカメラとかですね、使ったことがある方だとわかると思うんですが、まあこう重ねるんですね。色のフィルターを重ねて調整するといったものが、まあデジタル化したような感じになります。で、このレンズフィルターなんですけども、ちょっと適用しています。はい、今こうビフォーとアフター比べてみますと、少しアンバーの色がかかったような感じですね。これフィルター85フィルターって言うんですけども、各フィルターをですね、割り当てることによって、まあ色をですね、その上に重ねることができます。まあ例えば、フィルター暖色系81だったらこんな感じです。で、ここのですね、まあ濃度っていうか、今25になってるんですけど、まあ強くするとこのような感じに変化することができます。また、輝度を保持しない場合と保持する場合っていうのも選択できますね。これよく使うフィルターです。例えば、最後なんかちょっと、色をつけたいな。これ寒色系ですね。結構どぎつくかかっちゃうんですけども、はい。まあこういうような形でですね、調整しながらやると、まあ例えば朝方の風景だとか、夕方の風景みたいな形で演出を行うことができます。はい、その他ですね、様々な、もの、色が用意されています。マリンブルー。おー、どういう色でしょうね。ああ、なんかマリンブルーっぽいですね。山吹。ああ、山吹っぽいですね。っていう感じなんですけども。なんかこれあれですね。波紋のオーバードライブみたいな名前ですね。山吹色のオーバードライブ、確か言ってたような気がするんですけども。はい、セピア色もできますね。はい。